ブライアン・マイケル・ベンディスはアメリカ合衆国のコミックブックのライター、アーティストである。彼はクリエイターが所有する作品と様々なマーベルコミックスの作品の両方で5つのアイズナー賞を獲得している。ブライアン・マイケル・ベンディスは1967年8月18日にアメリカ合衆国をハイオ州クリーブランドに生まれ、ユダヤ系アメリカ人の家庭で育った。 最初期はアーティストとして漫画作品を含む地元の雑誌や新聞の仕事を始めた。その後彼はイラストレーターとしてプレーンディーラーで働いていた。ビル・ジェームズやマーク・ミラーと共にベンディスは2000年にアルティメット・マーベルを立ち上げアルティメット・スパイダーマンの主要ライターになった。2004年にアベンジャーズフランチャイズをニューアベンジャーズにリニューアルし、シークレット・ウォー。 ハウス・オブ・エム、シークレット、インベージョン、シージ、エージ・オブ、ウルトロンなど数々のマーベル・コミックスのクロスオーバー作品でライターを務めている。コミックブックのライターの他に、彼はテレビ、ビデオゲーム、映画の分野でも活動している。2013年秋にオレゴン大学で執筆を始めた。彼は時にポートランド州立大学で教鞭を振るっている。2014年に、 ベンディスは、ランダムハウスから出版されたコミックについての書籍、ワーズ・フォー・ピクチャーズを書いた。2017年11月、彼は、マーベルコミックを離れる EC コミックに移り、アクションコミックスとスーパーマンの作品に関わった。ありがとうございます。